まだまだかな。始まってました。こんにちは、こんばんは、篠原由佳です。2回目の一人配信で、また冒頭から緊張してますけれども、頑張ります。で、前回ね、皆さんにすごい髪の毛のこと言われたんですよ。髪の毛前髪邪魔だとか。それで、今日は、うちの主婦リサーチャーチームの A 子さんが私用にこういうケープっていうね、強力なものを教えてくれまして、これでがっちり髪の毛固めてきました。で、ケープってね、私の若い頃からあったんですけれども、私の時代はこんなね、真っ黒じゃなくて緑色だったんですよね。でも今最強の、ケープ史上最強キープっていうのがありまして、ものすごい固まるんですよ。で、YouTuber の人たちってこれ使ってるらしいんですよね。私全然知らなかったんですけれども。それで今日ちょっとこれで髪の毛固めてみましたので、どうかな？もう下がってこないかな？これでやります。で、今日はサムネでも予告していました通り、おけようのことについて配信します。で、ずっとね、もうこの半年以上、木原問題をやっていて、ほとんどこう、おけようのことについては、配信したりね、取り上げたりすることできなかったんですけれども、実はもう1年も2年も前から、ちょこちょこ調べてはいたんですよ。で、情報提供いただいたりもしてましたし、でもなかなかね、配信する機会がなかったんで、これからはね、もうだいぶ木原問題も水野君のこともありまして、落ち着いてきましたので、集中的にノートも含めておけよ特集をやっていきたいと思ってます。まだまだわからないことなんかもたくさんあるんですけれども、ある程度私たちの方で掴んでるってこともありますので、おけよ特集ですね、やってきます。で、メンバーシップの皆様には、これからね、調べたこととか、面白いこと、あとトピックなどを、先行で配信しようかなと思ったんですよ。で、今日のお話も、特に絶対みんな知りたいだろうなと思われる学歴問題とか、学歴問題もはっきりしましたから、学歴問題とか、おけよのお家について、先出してお話しします。で、もうすぐにはね、一般公開はできないとは思うんですけれども、まだ準備が足りなくてね、面白い部分だけちょっとね、ピックアップして皆様にはお届けいたします。それで、早速おけよの話しますけれども、ちょっとね、復習的になるんですけれども、おけよの家庭環境っていうところからお話ししていきたいと思うんですよ。そして今回は、おけよが10代を過ごした藤沢のことについて調べました。ね、だいぶね、皆様お忘れになっているかもしれないんですけれども、物語は、おけよの物語っていうのは、実は東京の貧民窟から始まるんですよ。貧民窟のお話覚えてますか？結構あれね、視聴数伸びた動画だったんですけれども、東京には三大貧民窟っていうのがあります。と、新宿、浜松町、上野ですね。三大貧民窟。で、これらっていうのは、いわゆるスラムで、明治から戦前にかけて、もうありとあらゆる貧乏人、あと怪しい人、訳ありの人、流れてきた人っていうた、いろんなね、そういった雑多な人たちが、近くの師範学校から出てくるね、残飯を主食にしながら、残飯屋さんで師範学校から流れてくる残飯を売っているお店があって、そこからご飯を買って食べるっていう、もう本当に底辺中の底辺、底辺なんて言ったらいけないのかもしれませんけれども、実際そうですから言いますけれども、そういう、もう大変な暮らしをしていた人たちっていうのがいるんですよ。で、そういう地帯で、実はおけよさんのおばあちゃんが生まれてます。で、これは前回お話ししましたけれどもね。
まあ面白い話といえば、士官学校で残飯、お休みで残飯なんか出なかった時なんかは、もう貧民窟の人たちが「飢饉だ飢饉だ」って大騒ぎするほど食べるものがなくて、こう一揆状態になったりしたらしいんですけれども、そういうところでまずおけよさんのおばあちゃんは生まれました。でちょっと整理しますけれども、まあこれは仮名ですけれどもね、おばあちゃんの名前は梅子さんって言いました。でお母さんとお父さんの名前は八十子さん、国光さんは報道で出ているので本名です、カタカナにしましたけれども、とおばあちゃんの名前はこれは仮名です。でこの3人のご親族との関わりっていう部分からちょっとね、お話しします。で、まずこの祖母の梅子さん、ちょっとね、生まれ年はわからないんですけれども、まず東京の三大貧民窟のある場所で生まれてます。で、未婚で出産されてます。で、娘、出産した娘、おけよさんの母ですね、を養子に出しました。養子は親族に出したようです。だから、おけよさんのお母さんっていうのは、やそこさんっていうのは、養父母に育てられてるんです、ご親族の。で、まあ、これがね、まあ、有名な写真なんですけれども、おけよさんの結婚式の写真で、隣にいるこの方がお母さんの、八重子さん。この方がお父さんの国光さん。時々今でもね、ワイドショーなんかでちらお連れしたりね、してるお父さんですね。で、ちょっとね、お父さんの説明もしていきます。お父さんは国光さんと言います。で、栃木の村の四男です。で、今は市町村合併して、もうね、ない村なんですけれども、本当に栃木の山奥のあざなんとか大あざなんとかっていうような、多分農村地帯だと思うんですけれども、そこの四男として生まれました。で、どういうね、いきさつでこう関東の方に出てきたのかはわからないんですけれども、鎌倉でお母さんの八重子さんと結婚してます。で、東和製作所っていう横浜の缶ビールとか、あと、段ボールなんかの部品を作る工場で、ずっと真面目にお勤めになっていたそうです。時々ね、ワイドショーに出てくる国光お父さんですね。KK のおじいちゃんになります。そして、この方が、八重子さんです。実は八重子さんっていうのは、養父母の方と、お寺の下駄屋の、3畳1間のお部屋でお住まいになっていたんですよ。で、養母っていうのはハウスキーパーをしてました。で、途中で下駄屋のね、お仕事を辞めたらしくて、横浜の会社の、ハウスキーパーやっていた横浜の会社の寮に引っ越しして、そこで実はね、結婚して子供ができて、この養父母のおばあちゃんと八重子さん、八十子さんとお父さんの国光さんと、おけよっていうのは一緒に暮らしてたんですよ。だから子供小さい時ね、おけよっていうのは、おばあちゃんが働いて、ハウスブシキーパーとして働いている横浜の会社の寮で暮らしてました。で、後にこの八重子さんっていうのは、おけよさんを産んでからね、リウマチになってしまいまして、かなり大変だったらしいです、リウマチ。で、一人で出歩いたりすることもできなくて、弟さんがね、5年後に生まれるんですけれども、弟さんの世話なんかも結構おけよがやってたようですね。そして、まあ、リウマチの辛さから根津の会、宗教に入ってます。で、おけよが結構すぐ霊能者とかそういった話をするのはお母さんの影響じゃないかっていうふうに、まあ、言う人が多いですね。まあ、この辺は復習なんですけれども、これ
これは初出しだと思いますよ。みんな見たことないでしょ。これお寺なんです。八十子さんのお寺の下駄屋さんがあったところです。これ鎌倉なんですよ。どことは言いませんけれども。